おはこんばんにちは、ゆきのです。マリサと、ヨウムもいます。第2回18切符旅だぜ。今日は岡山に行くよ。ほう、岡山ですか。特急やくもの381系があと少しで引退だからね、記録します。なるほどな。最初の列車は前回より1本前、5時44分発普通知有駅です。車両も似たすぎだな。あれ、豊田市ですね。前回とは違うとこ見せようと思って。ご乗車ありがとうございます。土橋方面、普通知有駅です。なお、この列車は知有から刈谷方面、碧南行きになります。知有通り越して碧南まで行くのか。平日朝8時までは全列車直通だよ。旧三河知有駅だな。三河知有駅は、3月16日ダイヤ改正と同時に移設されたよ。知有駅高架化事業のついでに、近すぎた駅間を解消したんですね。ちなみに4月16日現在、まだ解体始まってません。はい、というわけでいきなり飛びまして名古屋駅近時計です。あーやっぱりなそうすると思ったぜ。今回は激混みではなかったけど、まあ取るのやめました。じゃあ18切符で入場しますか。雪乃さん、用意してありますか。いや、まだ18切符は使わないけど。はい、なんでだ、もう名古屋駅だろ。18使うなら刈谷で乗り換えてる。え、じゃあまさか。というわけで小玉763号、新大阪行きに乗車です。うわやりやがった。こうしないと追いつけないの。追いつく？どういうことですか？実は今回同行者がいます。マジか。名古屋近辺の人で、朝早く出てもう米原付近にいるの。さなげじゃどうやっても追いつけないから、遅く出て新幹線乗ったんですね。そういうことです。でももっと早く出て刈谷経由で名古屋行けば名鉄の運賃抑えれただろ。京都駅で18のスタンプもらいたくてさ。そのための名鉄経由ですか。350円追加で京都駅スタンプもらえるなら喜んでやりますわ。京都。じゃあ一日観光しますか。どこ行きます。醍醐寺のしだれ桜満開みたいだよ。あーいいですねー。あと私もう5年行ってないし清水寺も行きたいです。なるほど。醍醐寺、果汁寺、清水寺、南禅寺、銀閣寺でどうですか。いいですね。そうしましょう。じゃあ醍醐寺なので地下鉄からスマオ池経由で。いや18持ってるし JR 山科からの地下鉄じゃない。そうか、その手がありましたか。じゃあ八丈東口行こうか。待て違うだろう。今日は18旅だろ、何やってんだ。ごめんなさい。ついはい、在来線ホームに来ました。改札でスタンプもらったぜ。ではここからは同行者の人と一緒です。先頭に乗ってるみたいですね。会うの久しぶりだな。そういえば、同行者って誰？ああ言ってなかったね。同行者は、品風さんです。ありがとうございました。普段品ちゃんって呼んでるからここからそう呼びます。なんで一緒に行くことになったんだ？岡山行くって聞いて、一緒に行くって言ったから。品風さんについて行ってる感じなんですね。うん、工程合わせるための新幹線課金。区間かぶってるし尼崎までは適当でいいよね。まあ同じところを同じように実況してもな。同意です。でもやっぱりこれは映したい。巨大板チョコですね。前言い忘れたんだが、世界最大のプラスチック看板としてギネス認定されてるぜ。どう見ても大阪駅ですね。前回はよく見えなかった屋根がよく見えるな。 JR 総持寺、字が3つもある駅名って珍しいんじゃ。確かにそうかもな。芦屋ですね。あれー、ちょっと待って、ゆきのんさん。はいはいはい、なんでしょう。前回尼崎到着シーンなかったですよね。そうですね。もう芦屋まで来てますけど、なんで尼崎カットしたんですか。取り忘れたからです。なんで尼崎だけそんなに忘れるんですか。わかりません。ヨウムに聞いてください。ちょっと、なんで尼崎だけそんなに忘れるんですか。知るわけないでしょう。いい加減にしてください。しなちゃんの要望で座りました。こっからは車窓だぜ。全面展望はまた今度に。そうだな。窓切ったな。まあまあ側面の窓ですし、そんなもんでは。何かと同時発車したな。確か普通に視野貸しだったような。幕映ってないから何かわかりませんね。元町ですね。中華街はどこですか？それ横浜な。いやここにもあるのよ中華街。うわマジか、ごめんなさい。よろしい。なんでヨウムまで参戦してるんだよ。なんか急に盾になったな。あ、海ですね。撃ちそうとしたらこうなった。
あ、お城が見えるよ。明石に到着だぜ。目の前のは明石城ですね。駅の目の前じゃん、リッチいいね。西明石、新幹線はお乗り換えだぜ。斜めに入ってくるんだね。誇張した三河安城みたいな角度してますね。それ誰かに伝わると思って言ってる？お、あの高架は、加古川線だね。まさか乗り換えないよな。うん、さすがにないよ。よかったです。今日の目的地岡山県だって。なんか変な音鳴ってるな。っていうかブレーキ強くない？うわ、急停車ですね。ご利用客様、大変失礼いたしております。ただいま列車を緊急に停止させる装置が動作いたしましたため、確認を行っております。加古川駅の到着、もうしばらくお待ちください。ご利用客、あ、これ加古川駅判定じゃないんですね。まだ扉開いてないからかな。加古川駅で止まってから5分、ようやく加古川駅到着だぜ。意味わからん文になってる。103系発見。何この色？万丹線カラーだぜ。姫路到着ですね。やっと着いた。姫路城だ。いい位置にありますね。ホームに上がります。姫路からは普通番周和光駅に乗ります。日中の普通は相生で分割されてるんだよな。姫路から相生は光線普通、岡山へは相生で乗り換える必要があるよ。一番合理的なんでしょうね。え、何これ？琵琶湖大津紫式部トレインっていうラッピング電車です。今年の1月中旬から走ってるぜ。3年走るらしいですよ。今度乗ってみたい。相生で乗り換えました。いきなり飛んだな。播州和光駅が先に発車してますね。ちらっと見えるな。トンネルの低下減速してますね。アルミ都市で梅か。読めなくはないですね。新快速の終端、上郡だぜ。1日1往復ここまで来てます。あと地図急行はお乗り換えだね。なんですかあれは。めっちゃ桜綺麗。これから行くとこも期待できるな。おっ、うららだな。初めて見ました。こんな感じなんですね。何かな。去年岡山地区に導入された227系500番台です。うらら、っていう名前がついてるぜ。マッキー色を全部置き換えるのかな。数年後そうなってそうだな。東岡山です。東岡崎？何町かお前東岡山な。赤穂線はお乗り換えです。あれ、赤穂線って？赤穂線は相生と岡山を播州和光経由で結んでる路線です。別ルートなんだね。そうだぜ。でも運転系統は播州和光で完全に分断されてるぜ。数駅先に近畿統括本部と岡山支社の境界があるからですね。なんか見たことある顔。213系だぜ。飯田線にもいる。あれ、そうそう、あれ西大寺行きなので。大和西大寺ってめっちゃ距離あるじゃん。近接じゃねえ。赤穂線直通ですね。あ、新幹線ですね。時刻表見てみたらいい時間のがあった。岡山駅のやつ見たのか。岡山駅着きました。岡山県初上陸ですね。さらに乗り換えて進むよ。行ってなかったけど乗車電マッキー色だったぜ。227系うらら、普通総社駅に乗車します。中小駅で下車したよ。品風さんがここで撮りたいそうです。お、来たな。緑や雲だ。撮影失敗したらしい。あら、残念ですね。ちなみにしなちゃん側からは動画とかは一切出ないぜ。ここからは普通に意味域で、倉敷通り越して白尾線備中高橋まで行きます。そこに撮影地があるんですね。そうじゃだな。桃太郎線はお乗り換えです。桃太郎線は吉備線の愛称だぜ。近畿以外で愛称って珍しいよね。一
中高橋に着きました。ここから歩いて撮影地行くらしいよ。高橋市の街中を歩いていくぜ。咲いてるといいな。何がですか？今日の日付は4月1日ですね。あ、さっき咲いてたし、桜か。さあどうでしょう。トマト銀行なんて銀行あるんですね。はい、着きました。ああ、ゴブザキって感じですかね。頑張れば取れるな。別のとこに来ました。ここの直線で撮るんだな。桜映ってるからいいよね。ここでいいと思いますよ。あ、来てるな。まさかのパノラマグリーン車。予想外でしたね。まだどっかで撮るのか。うん、普通で移動するよ。みなぎで下車しました。なんでこの日でみなぎなのか。難読駅名だな。着きました。トンネルから出てくるところを撮るのか。私たち以外にも撮影してる方いますね。4人いるね。そろそろ本命が来るぜ。パノラマグリーンらしいですよ。おい、なんだ今のは。誠に申し訳ございませんでした。派手にやらかしましたね。よりによってパノラマグリーンで。みなぎ駅に戻ってきました。あとは帰るだけなんだよな。いや、そうなんだけど、まだお楽しみがありますよ。お、なんだなんだ。ではこの岡山行きに乗車します。終点まで乗車ですね。いや、途中の駅で降ります。え、何する気だ。というわけで総社で下車。あ、吉備線総社16時24分発桃太郎線経由岡山行きに乗車です。さっき言った通り、この旅の計画はしなちゃんが立てたんだけど、吉備線は雪のんの提案です。乗りたかったんだな。うん、乗りたかった。キハ47は総社を出発したぜ。車内放送にご注目。え、放送。桃太郎線をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は岡山行き3番列車です。次は東総社です。桃太郎の歌がチャイムになってる。路線愛称をつけるだけじゃなくて、専用のチャイムも用意されています。お出口は左側です。ホーム側全てのドアが開きます。あれ、ここ香川県。違うわ。あ、石川県か。備中高松って書いてあるだろうが岡山県な。まもなく吉備津です。吉備津駅の近くの吉備津神社には桃太郎のモデルになったとされる神話が伝わっています。だからこの愛称がついたんだ。絶対言うと思ったわ。尾張一宮も三河一宮も愛知だから。ここも愛知じゃありませんよ。その理論だととうとう三一宮も愛知県では。あれは静岡な。さっきから全部旧国名入ってるじゃん。わかるだろ。大安寺ですね。え、大安寺。犬山線じゃねえわ。南朝か。まもなく終点岡山です。あ、真っ黄色。岡山駅に帰ってきましたね。さすがにもうあとは帰るだけだよな。うん、普通に帰るよ。なので今日サクサク進めます。姫路方面ホーム来たらスーパーや雲食がいたぜ。これもあと4日で見れなくなるんですね。普通姫路行きに乗車。もうマントミまで来てます。ここでスーパー稲葉9号を退避するぜ。上郡で進行方向を変えて鳥取まで行くんだね。その上郡も発車。
めっちゃテンポいいですね。行きで実況した区間だしね。あーもう姫路ついてるじゃないですか。国鉄急行食の駅そば屋が見えたな。ここからは姫路18時56分発新快速長浜行きに乗車します。12両ですが長浜まで行くのは前の4両だけです。前原で切り離しだなって。おいちょっと待て待て待て。え、どうかした？いくらなんでもカットしすぎだろ彦根って。姫路彦根は200キロ近くありますね。このチャンネル史上初でしょ、200キロカットって。この案内が取りたかったんだな。そういうことです。前の4両が9号車から12号車です。はい、前原まで来ました。前原21時半発快速豊橋行きに乗るぜ。あ、よかった、今日は電車で帰れるんですね。今日月曜日、明日だの平日だからヒヤヒヤしてたわ。しなちゃんが作った工程だからね、大丈夫だよ。そういえばそうでしたね、忘れてました。向かい前提でギリギリまで乗る工程を作るお前とは違うな。はいはい、ごめんなさい。岡山からずっと会話途切れてませんね。うん、頑張って繋いでる。なんか前回の最後みたいだな。とここ名古屋で、しなちゃんとはお別れです。ありがとうございました。あ、やっと途切れた。ここからは会話のテンポを落とそうか。まだ JR か。そういえば改札内で見送ってましたね。ってことは刈谷経由かな。そうそう、朝言った通り名鉄の運賃が一番安いからね。刈谷に着きました。普通地有駅に乗り換えだぜ。よし、これでさなげまで座れる。もしかして朝言ってた直通ですか。そう、終電も直通なのよ。さなげ到着です。自由からめっちゃ人乗ってきたな。だから刈谷の方がいいんだよね。納得です。では、そろそろ動画終わりますだぜ。よろしければ高評価お願いします。では次回の18旅でお会いしましょう。せーの、ご視聴ありがとうございました。あ、そこの自販機で綾鷹茶葉の甘み買わないと。それこないだそこの自販機からなくなりましたよね。だから締めの挨拶の後に喋るなって前回言ったろ。いいんだよ別に。